原田駅は福岡県筑紫野市原田にある九州旅客鉄道の駅である。九州鉄道開業時より現存する九州最古の駅の一つでもある。鹿児島本線を所属線とし、当駅を終点とする筑豊本線を加えた二路線が乗り入れる。駅番号は、鹿児島本線が JB10、筑豊本線が JG05。 原田駅0番乗り場に停車中の筑豊本線の50系客車列車と木回し中の DD51 系ディーゼル機関車。1995年4月20日改正までは原田駅に筑豊本線の客車列車が発着していた。この木回し線は同改正で筑豊本線桂川駅原田駅間の客車列車が全列車起動車化された後に撤去された。 笹栗戦前通前までは、筑豊と博多を結ぶ、乗り継ぎ駅として賑わい、また冷水峠越えの蒸気機関車への給水給探拠点を担うなど、鉄道の町として繁栄した。開業時の地名と、原田が長崎街道の宿場町として栄えたことから、原田駅と命名された。原田はかつては、筑全国語笠群、原田湯と呼ばれ、古くからある地名であるが、 その由来は、よくわかっていない。平野部にある他を表す、原田が地名になったとする説や、この地を治めていたとされる大倉市の八代目である、大倉主治家が、太宰府大元、原田二郎と名乗り、原田氏を立ち上げたのがそのまま地名になったとする説などがある。三面五線のホームを持つ、地上駅で、単式ホーム、島式ホームの複合型三面四線に加え、 0番乗り場は、東端式となっており、0.1番乗り場へは、駅舎から古戦橋を渡らずに移動できる。0番乗り場は、原田線専用のため、河川が張られていない。駅舎は、校内東側に設置されている。現在の駅舎は1999年に建て替えられ、鉄筋コンクリートの平屋建て、待合室を兼ねた、コミュニティホールを併設し、ホール部分は、 宿主の市が管理する。エスカレーターやエレベーター等は設置されていなかったが、2009年10月より、エレベーター新設と同時に新しく古選橋を作ることになり、2010年6月に竣工ただし新しい古選橋の2から4番乗り場側には、階段が設けられていない。校内のホームは近年かさ上げされたが、ステップ付きの機動車が発着するレイバン乗り場のみ。 旧来のままである。鹿児島本線の快速、区間快速が停車するほか、博多方面から当駅で折り返す列車が日に数本、設定されている。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口及び自動改札機が設置されている。一番乗り場からは、博多方面並びに、原田線方面への発車も可能であるが、 2017年3月改正時点では、そのような列車の設定はない。2019年度の1日平均乗車人員は3867人である。1998年度以降は増加傾向が続いており、2004年度に3000人を上回った。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前ロータリー一的には、筑紫生市の南端部にあたる。 駅舎の前にロータリーが設けられている。以前は駅前は商店も少なく換算としていたが、近年は筑地の市南端部で開発が進められている新興住宅地の拡大により、駅前も住宅地として開発が進んでいる。また、駅自体も住宅地の拠点駅としての役割が強まり、快速列車の停車、駅前ロータリーへの路線バスの乗り入れ開始など、 利用促進策が実施されている。いずれもおごり、筑死のニュータウン。ありがとうございます。